本日はですね、こちら松江城の方に集まりました。どんな言われがあるかと言いましたら、人柱伝説の方がありまして、目の前にある石垣、まあどこの石垣かわからんのですけど、よく崩れるってことで人柱を埋めたっていう伝説の方が残っております。人柱を埋めるにあたりまして、地元の娘さんを江戸中に埋めたっていう話と、もう一つが僧侶を人柱として道中に埋めたっていう2つのお話の方があります。石垣が崩れた際に、そんな人柱伝説がある松江城なんですけども、一度ね、石垣の工事を行った時に、石垣の中から槍の刺さった頭蓋骨が出てきたっていう話でして、実際にこれがあった話題っていうことで、地元でも結構有名になったようです。この松江城の天守閣の北側、松江城の心霊スポットがあるみたいですんで、そちらの方に今から行ってみます。ギリギリ井戸跡っていうところですね。こちらでは、刀の試し切りを行われた場所があるみたいでして、そこでどうやら馬の首を切っていたっていう、そういう言い伝えがあります。馬の首を刀で試し切りをして、その血を洗い流してたっていう池がこの池みたいでして、でまたその馬もここで洗っていたっていう、そういう言い伝えのある場所です。ありがとうございます。こちらに見えるのがホテル千畑でして、このホテルの反対側に千畑電鉄っていうかな、駅があります。結構釣りの名所みたいでして、こちらがですね、宍道湖っていうんですよ。シジミが養蚕取れるところでして、あれがトイレですね。まあ、トイレはここは関係ないんですけど、この宍道湖は汽水湖でして、日本海とつながっている湖ですね。あっちの方向が松江の市街地でして、飛行機が割近いところ飛んでますけど、これね、まっすぐ行きましたら出雲空港に到着をいたします。もうすぐそこに出雲空港がありますね。こちらでは何があったかって言いましたら、入水自殺殺人事件が起きているって言われている湖です。釣りをされとる方が結構いらっしゃいますけど、水難事故の方もすごいこと起きてるみたいですんで、まあ夜そういう事故が起きるってなったら、もう夜ぐらいしかないと思いますんで、まあ、夜は特に夜釣りはされん方がいいかもしれないですね。右翼川が
すごい走ってまして、まあ、観光客の方が結構いらっしゃるんですけども、やかましいですね。松江って言ったら国宝の松江城がある町なんですけど、その松江城の真ん前でも堂々と竹島がどうのこうのって叫んでましたね。自分たちで乗り込んでいけないのに、政府にあれだとか自衛隊に行かせろとか言っとるけど、自分たちで行こうとせんっていうね、訴えることしかできないんだっていう、そういうあれだと思うんだけど、それぐらいの力があるんだったら自分らが乗り込んでいけよって思うんだけど、武力がいるのは松江市だけじゃないんでね、武力の力を結集して竹島に乗り込んでいけば取り返すことなんか簡単なんだけどね。住民の皆様の保護、避難施設の確保や、あるいは整備、そして避難計画の策定など今政府に求めています。右翼に混じって立民もあんなことやってんのか。立民のことをバカにできんだろ、右翼の連中は。右も左も結局は同じなんですよね。